どうもこんばんは、ドラチューバーのアジャイです。さあ今日はちょっとね、緊急動画というかね、一人でやってるんですけども、発表されましたね、来年の映画ドラえもんのび太と空のユートピア主題歌23に決定しました。23のパラダイスって曲ですかね。昨日ついに発表されましたね。なんか例年よりちょっと遅いなとはちょっと感じてはいたんですけど、いつ発表されるんだろうってずっとね、思っていたんですけど、この度やっとね正式に発表されましたね。23でございました。そして僕たちね、こうね、毎年こう来年の映画の主題歌は誰が歌うんだろうっていう予想をね、動画を上げてるんですけども、よかったらそちらの動画もねちょっと見ていただきたいんですけども、まあ今年もね、7月頃かな、やったんですよ、誰が歌うんだろうなって主題歌を、誰が歌うんだろうなっていう動画を上げたんですけど、なんとこの度、我らがメンバーのハチさんがズバリ的中しました。すごい、もう完全に23だって言ってましたからね。テロップにも23ってちゃんと出ましたし、これはもう大正解、優勝でございます。ハチさんおめでとうございます。わーすごい、すごいです、ハチさん。ただ特に何も景品とかはございません。僕らが勝手にやってることなのでね、公式の方からこう何かトロフィーがもらえるわけでもございませんし、ね、限定の、何かねグッズがもらえるわけでもございません。ただハチさんに与えられるのは栄光でございます。おめでとうございます、ハチさん、ありがとうございます。まあ個人的にはちょっとね、ハチさんには本当ありがとうっていうかね、すごいなって気持ちも込めてね、ちょっとお酒でもおごろうかなと思ってるんですけども、そんな感じで、23が歌うパラダイスに決まりましたね。いやー、なんかびっくりというかね、なんかキンプリが歌うんじゃないかっていう説ものねあったんですけども、23でしたね。うん、すごいですね。ちょっと予告編もね、新しくね、新しいその23の曲が、使われた予告編もね、新しく公開されましたけども、すごくいい曲でしたね。なんか素敵な曲というか、女性アーティストさんが歌うのも久しぶりみたいですからね、ちょっとね楽しみではあるんですけども、来年3月3日公開なので、いよいよもうこっからちょっとずつね、こうね、映画ドラえもんムードにねなっていこうかなって気持ちもあるんですけども、今年のリトルスターウォーズも主題歌ヒゲダンさんだったけど、挿入歌っていうパターンもあったので、わからないです、こっからまた挿入歌で違うアーティストさんがちょっとやるのかもしれないっていう可能性もまだ秘めてますので、その辺もちょっとね、なんかあるかなっていうちょっと楽しみもちょっとあるんですけども、予告編はね、新しい予告編見てちょっと僕は思ったのは、あ、出来すぎくんちゃんと出るんだっていうのが一番の僕の中の安心ポイントでございましたけども、そんな感じで、ズバリハチさんが、主題歌を当てたというちょっとね緊急動画というかね、これね本当ね毎年やってたんですよ、僕用の YouTube 解説してから、もう今回で3回目だったんですよね。本当最初はリトルスターウォーズの、主題歌を当てようって言って、そしたらこうね、なんか1年ぐらいでね、延期になっちゃって、だからこう3回ぐらいでね予想動画撮ったんですよ、今年も含めて。で今回初めてドンピシャピタリ賞をね、ハチさんがかましてくれたので、ここはやっぱすごいなと思って、やっぱねそういうとこハチさんらしいんですよね。俺とか B 蔵が前のめりに当てるぞ当てるぞっつって、こう前のめりに言ってる中、ハチさんが涼しい顔で23じゃないですかねみたいなこと言ったら、それが当たっちゃうみたいな感じがね、なんか実にハチさんらしいなと個人的には思っております。そんな感じで今年ズバリ的中させたピタリ賞をした、ハチさんからコメントが届いているので、ちょっと見ていただいてもよろしいでしょうか。ではどうぞ。アジャイさん、B ゾーさん、そして僕四心の友の皆さん、どうもハチです。この度ドラえもんの新作映画のび太と空のユートピアの主題歌なんと23的中させることができました。ありがとうございます。はい、これに関してアジャイさん、B ゾーさんから何かご褒美があればいいなと思っております。映画僕も楽しみにしています。皆さんもパラダイスで会いましょう。さあそんな感じでハチさんからの、コメントでございました。まあいろいろ思うところはありますね。なんか白い背景で白い服着てね、どこで撮ってるんですかっていうちょっと疑問も残りますけども、それは一回置いといて、
ハチさんからのコメントでございました。もうね、ハチさんもね、こうご覧の通りとても嬉しそうな感じで、ね、喜ばしい表情でございました。なんかちゃんとね、曲のタイトルのパラダイスにかけている感じのコメントもありましたね。なんか気使ってくれたんですかね、ハチさん、ありがとうございます。はい、そんな感じで、まあちょっとね、緊急動画にはなっちゃいましたけども、来年の主題歌決まったねっていう動画でございました。まあ僕ら結構 YouTube ではこう大山信代さん時代のドラえもんのことを扱うことが多いんですけども、もちろん来年のこう水田さんのね、映画も楽しみですし、僕個人的にですね、もちろん大山ドラ世代ではあるんですけど、ちょっとやっぱ来年の映画に向けて気持ち高めようっていう意味も込めまして、ちょっとね、ラジオやってるんですけど、僕らラジオトークっていうアプリでちょっとラジオやってるんですけど、そちらの方で歴代の水田わさびさんの映画ドラえもんを振り返って個人的に思ったこととか感想とかを、語ってるラジオを今こっそりやってるんで、ちょっと概要欄にリンク貼っとくんで、もしよかったらそちらもちょっと聞いていただきたいなと思っております。とりあえず今ね、のび太の恐竜2006から始まって、2作目の新魔界大冒険、そこまでは見て、今思ったことを、ちょっとね、感想とか、ちょっとあんまりね、映画のレビューって得意じゃないんですけど、僕なりに思ったところとか、ここが良かったなとか、あ、こここういうなんだねとか、個人的にこういう意図があるのかな、ないのかなとか、これ何かのオマージュなのかなとか、そういうところもちょっとね、考えを巡らせながら、僕なりにこうね、来年の3月に公開に間に合うように歴代のわさドラの映画ドラえもんを振り返って、僕なりに思ったことをこう語っていくラジオをやってるので、よかったらそちらのラジオもね、ちょっと聞いていただけたら幸いでございます。はい、そしてね、ブログも毎日書いてるので、そこももしよかったらね、たまにこうすごい薄い内容もあるんですけども、やってますので、よかったら見ていただけたら幸いでございます。そしてまだね、もしこの動画を見てる方でチャンネル登録してない方がいたら、ぜひよかったらね、来年の映画に向けてちょっとね、わかんない、何ができるか分かりませんけども、頑張っていきますので、ぜひぜひチャンネル登録していただけたら幸いでございます。あと皆さんからの、来年の映画に向けたね、期待とかそういうのも、コメント欄に書いていただけたら幸いでございます。すいません、夜遅くに緊急動画でございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。